それではただいまから菅内閣総理大臣の記者会見を行います。冒頭総理から発言がございます。総理お願いいたします。今夕天皇陛下の信任をいただいた後、正式に内閣総理大臣に就任することになりました菅直人でございます。国民の皆さんに就任にあたって私の基本的な考え方を申し上げたいと思います。私は政治の役割というのは国民が不幸になる要素、あるいは世界の人々が不幸になる要素をいかに少なくしていくのか、最小不幸の社会を作ることにあると考えております。もちろん大きな幸福を求めることが重要でありますが、それは例えば恋愛とか、あるいは自分の好きな絵を描くとか、そういうところにはあまり政治が関与すべきではなくて、逆に貧困、あるいは戦争、そういったことをなくすることにこそ政治が力を尽くすべきだと、このように考えているからであります。そして今この日本という国の置かれた状況はどうでしょうか。私が育った昭和20年代30年代は物はなかったけれども、新しいいろいろなものが生まれてきて、まさに希望に燃えた時代でありました。しかしバブルが崩壊してからのこの20年間というのは、経済的にも低迷し、3万人を超える自殺者が毎年続くという、社会の閉塞感も強まって、そのことが今日本の置かれた大きな何かこう全体にこう押しつぶされるような、そういう時代を迎えているのではないでしょうか。私はこのような日本を根本から立て直して、もっと元気のいい国にしていきたい。世界に対してももっと多くの若者が羽ばたいていくような、そういう国にしていきたいと考えております。その一つはまさに日本の経済の立て直し、財政の立て直し、社会保障の立て直し、つまりは強い経済と強い財政と強い社会保障を一体として実現をすることであります。今、成長戦略の最終的な取りまとめを行っておりますけれども、日本という国は大きなチャンスを目の前にして、それにきちっとした対応ができなかった、このように思っております。例えば鳩山前総理が提起された地球温暖化防止のための 25% という目標は、まさに日本がこうした省エネ技術によって世界の中に新しい技術や商品を提供して、大きな成長のチャンスであるにもかかわらず、立ち遅れてきております。またアジアの中で、歴史の中で最も大きな成長の時期を迎えているにもかかわらず、先日も中国に行ってみましたら、いろんな仕事があるけれども、日本の企業はヨーロッパの企業の下請けしかなかなか仕事が取れない。一体どんなことになったのか。つまりは、この20年間の政治のリーダーシップのなさが、こうしたことを生み出したと、このように思っております。成長戦略の中で、グリーンイノベーション、そしてライフイノベーション、
そしてアジアの成長というものを、私たち、それに技術や、あるいは資本や、いろいろな形で関与することで、我が国の成長にもつなげていく、こういったことを柱にした新成長戦略、これに基づいて財政配分を行いたいと考えております。また、日本の財政状況がこれまで悪くなった原因は、端的に言えば、この20年間、税金が上げられないから、借金で賄おうとして、大きな借金を繰り返して、効果の薄い公共事業、例えば100に近い飛行場を作りながら、まともなハブ空港が一つもない、これに象徴されるような効果の薄い公共事業にお金をつぎ込み、また一方で、社会保障の費用がだんだんと高まってきた、これが今の大きな財政赤字の蓄積の構造的な原因である。私は、財政が弱いということは、思い切った活動ができないわけでありますから、この財政の立て直しも、まさに経済を成長させる上の必須の要件だと考えております。そして社会保障についても、従来は社会保障というと何か負担、負担という形で、経済の成長の足を引っ張るんではないか、こういう考え方が主流でありました。しかしそうでしょうか。スウェーデンなどの多くの国では、社会保障を充実させることの中に雇用を生み出し、そして若い人たちも安心して勉強や研究に励むことができる。まさに社会保障の多くの分野は、経済を成長させる分野でもある。こういう観点に立てば、この3つの経済成長と財政と、そして社会保障を一体として、強くしていくという道は必ず開けるものと考えております。国際的な問題についても触れたいと思います。日本は戦後60年間、日米同盟を基軸として外交を進めてまいりました。その原則は、今も原則としてしっかりとそうした姿勢を続けていく必要があると考えております。それと同時に、アジアにある日本として、アジアの諸国との関係をより深め、さらにヨーロッパや、あるいはアフリカや、あるいは南米といった世界の国々とも連携を深めていく、このことが必要だと思っております。普天間の問題で、日米関係を含めて、いろいろと国内の問題も含めて、国民の皆さんにご心配をおかけいたしました。日米の間の合意はでき、それに基づいて進めなければならないと思っておりますが、同時に、閣議決定においても述べられました。沖縄の負担の軽減ということも、真摯に全力を挙げて取り組んでいかなければならないと考えております。大変困難な課題でありますけれども、私もしっかりと一つの方向性を持って、この問題に取り組んでまいりたい、このように思っているところであります。そして、私、総理大臣としての仕事は何なのか。この間、テレビなどを少し見ますと、私が任命をした閣僚や党の新しい役員が、それぞれマスコミの皆さんの取材を受けて、いろいろな発言をしているわけです。どうですか、皆さん。そういう、私よりも10歳、20歳若い、そういう
民主党の閣僚や党役員の顔を見て、声を聞いて、あ、こんな若手が民主党にはいて、なかなかしっかりしたことを言うじゃないか、なかなかこれならやってくれそうではないか、そういうふうに思っていただけたんじゃないでしょうか。私は鳩山さんとともに、1996年に旧民主党を作り、98年に新たな民主党初代の代表でとなりました。その後、小沢前幹事長の率いる自由党と合併をして、今の民主党になったわけでありますけれども、そこにそうした人材が集まってきたこと、私はそのことが嬉しいと同時に、自信を持って、今申し上げたような日本の改革を推し進めることができる、このように思っております。そしてこの多くの民主党に集ってきた皆さんは、私も普通のサラリーマンの息子でありますけれども、多くはサラリーマンやあるいは自営業者の息子で、まさにそうした普通の家庭に育った若者が、志を持ち、そして努力をし、そうすれば政治の社会でもしっかりと活躍できる、これこそがまさに本来の民主主義の在り方ではないでしょうか。その皆さんとともに、このような課題を取り組んでいく上で、私の仕事は、一つの方向性をきっちりと明示をし、そして内閣、あるいは党をですね、その方向で議論をするところは徹底的に議論して、みんなが納得した上で、その方向にすべての人の力を結集していく、そのことが私の仕事だと考えております。まあ、総理になったからには、もうあまり個人的な時間は取れない、本当なら53番札所まで来ているお遍路も続けたいところでありますけれども、今しばらくはそれをまさに後に伸ばしても、ある意味では官邸を中心に、これこそが修行の場だと、そういう覚悟で、日本という国のため、さらには世界のために、私のあらん限りの力を尽くして、良い日本を良い世界を作るために、全力を挙げることを国民の皆さんにお約束をいたしまして、私からの国民の皆さんへのメッセージとさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。それでは質疑に移ります。私の方から指名いたしますので、指名されたらまず所属と名前を名乗ってから質問を行ってください。質問は簡潔にお願いいたします。それでは挙手を願います。じゃあ中村さん。菅総理よろしくお願いします。はい。総理は社名をお願いします。毎日新聞の中村です。総理は首相指名後の記者会見で、今回の組閣について、官邸機能をしっかりして、内閣の一体性を確保すると指摘されています。総理もその総理として加わった鳩山政権は短命に終わりましたけれども、その背景には、どんな構造的な問題があったんでしょうか。で、今回の組閣では、その教訓を生かして、どこがどう変わるのか、具体的にお答えください。まあ、鳩山内閣において、私もですね、副総理という重要な役割をいただいていたわけでありますから、鳩山内閣が短命に終わってしまったことは、もちろん残念でもありますし、私も大きな責任を感じております。その上で、新たな私のもとの内閣は、やはり官房長官を軸にした一体性というものを考えて構成をいたしました。
つまりは、総理の下の官房長官というのは、まさに内閣の番頭役であり、場合によっては内閣総理大臣に対してもですね、ここはまずいですよということを言えるような人物でなければならない。よく中曽根政権の下の後藤田先生の名前が出ますけれども、まさにそうした力を持った方でなければならないと思っております。仙石さんは私とは長い付き合いでありますけれども、同時にある意味では私にとっても煙たい存在でも あるわけであります。しかしそういう煙たい存在であって、しかし力のある人を官房長官になっていただくことが、この政権の一体性を作っていく上でのまず最初の一歩だと考えております。そしてそのもとに副長官、さらには各大臣、そして副大臣という形を構成します。まあ、この間、政と官の問題でいろいろ言われましたけれども、決して官僚の皆さんをこう排除してですね、政治家だけでものを考え決めればいいということでは全くありません。まさに官僚の皆さんこそが、政策やいろんな課題を長年取り組んできたプロフェッショナルであるわけですから、その皆さんのプロフェッショナルとしての知識や経験をどこまで生かして、その力を十分に生かしながら、一方で国民に選ばれた国会議員、その国会議員によって選ばれた総理大臣が内閣を作るわけですから、国民の立場というものをすべてに優先する中で、そうした官僚の皆さんの力も使って政策を進めていく、このような政権を、内閣を作っていきたいし、今日全員の閣僚とそれぞれ10分程度ではありますけれども、時間を取って話をいたしました。それぞれに頑張ってほしいということと同時に、必要となれば私がそれぞれの役所の在り方についても、場合によっては官房長官を通してになるかもしれませんが、もうちょっとこうしたらいいんじゃないのと、こういったことも申し上げて、一体性と同時に政と官のより良い関係性を、力強い関係性を作っていけるように努力をしていきたいと考えております。それでは次の質問を受けます。じゃあ真ん中、尾形さん。 TBS の尾形です。間近に迫った参院選についてお聞きします。改選期の議員を中心に7月11日の投開票を求める声が出ていますけれども、総理は今国会の会期を延長し、投開票日を先送りする考えはありますか。また参院選の争点と目標を獲得議席数、それから勝敗ラインについてはどのようにお考えでしょうか。国会の会期というのは、通常国会は150日と決まっております。まあ、本来はその期間の中で成立させるべき法案をすべて成立をさせたいわけでありますが、まあ、会期末を近くに控えてですね、まだそんな状況になっておりません。まあ、そういう中で、国民新党との間での合意、つまりは郵政の法案について、それの成立を期すという合意もあるわけであります。まあ、一方では、たとえ多少の延長しても、必ずしもすべての法案を成立させることは難しい、それならまた選挙の後に改めて取り組むこともあっていいんではないかという意見もいただいております。これから新しい幹事長、あるいは国対委員長の下で、そうした連立の他党の皆さんとも十分議論をした上で、その方向性を定めていきたいと考えております。まあ、選挙における勝敗ラインということがよく言われますけれども、まあ、私は6年前、
岡田代表の下で戦われた参議院選挙でいただいた議席がまずベースになる。そのベースをどこまで超えることができるか、あるいは超えることが本当にできるのか、これから私もすべての選挙区について、私なりに選挙区情勢を把握をしながら、近く発足する予定の参議院選挙対策本部の本部長として、陣頭指揮を取っていきたいと、このように考えております。それでは次の質問を受けます。じゃあこちらの島で、じゃあ松山さん。総理は先ほど財政再建について重点部分に非常に強調されましたが、財政に向けてですね、消費税を含む税制の抜本改革というものをどういうふうに位置づけていくかということと、それからご自身でその財政再建に関して、国債の新国債発行額を今年度の 24.3 兆円以下に抑えるということをおっしゃっていますが、これも財政に向けて公約に明記するお考えがあるのか、お聞かせください。確かに44.3兆円以下を目標するということを申し上げました。で、ただこれは誤解をいただきたくないのは、44兆3000億の国債を出すことで財政再建ができるということではありません。これでも借金は増えるんです。この規模の財政出動を3年4年続けていれば、GDP 比で 200% を超える公債残高が数年のうちにそういう状況になってしまいます。そういった意味では、この問題は実はまさに国として捉えなければならない最大の課題でもあります。これから所信表明演説もありますけれども、こういう問題こそ、ある意味では一党一派という枠を超えた議論の中で、本当にどこまで財政再建のためにやらなければならないのか、それは規模においても時間においてもどうあるべきなのか、そのことをある意味では党派を超えた議論をする必要が今この時点であるのではないかと思っております。そういうことも踏まえながら、最終的な、政権のとしての公約も含めてですね、そういうものを考えていきたいと思っております。それでは次の質問を受けます。真ん中の後ろの方で。じゃあ一番後ろの上杉さん。96年の夏、民主党政権人ができて、ここに来るまで14年間経って菅首相がこうやってその場に誕生したことにまずちょっと感慨深いと思いますが、そこで振り返ってみて、当時、旧民主党はですね、ディスクロージャーというのを掲げて開かれた政治というのを打ち出しました。その精神が生きているとしたら、今回ですね、政権を取った、この時点で、例えばですね、官房機密費並びに、こうやって開いていますが、全閣僚の政府会見、そして何と言っても、菅さん先ほどおっしゃいました、官房長官の会見等を国民のために、完全に開くというご意思があるのかどうか、鳩山前首相はそれについては約束をしてくださいましたが、菅総理はどうなのかお伺いします。開くという意味がですね、具体的に、どういう形が適切なのか、まだ私も総理という立場で、まだ検討ということまで至っておりません。率直に申し上げますと、私はオープンにすることは非常にいいと思うんですけれども、ややもすればですね、何かこの取材を受けることによって、そのこと自身が影響をしてですね、政権運営が行き詰まるという、そういう状況もなんとなく私には感じられております。つまり、政治家がやらなければいけないのは、まさに私の立場で言えば、内閣総理大臣として何をやるかであって、それをいかに伝えるかというのは、例えば
アメリカなどでは報道官という制度がありますし、まあ、かつてのドゴール大統領などはですね、あまりそう頻繁に記者会見をされてはいなかったようでありますけれども、しかし、だからといって国民に開かれていなかったかといえば、必ずしもそうで、そういうふうに一概には言えないわけです。ですから、回数が多ければいいとか、あるいは何かこう、いつでも受けられるとか、そういうことが必ずしも開かれたことではなくて、やるべきことをやり、そしてそれに対してきちんと説明するべきときには説明する、それについてどういう形がありうるのか、これはまだ今日正式に就任するわけでありますから、関係者と十分議論をしたいと思っています。それでは次の質問、じゃあ向こうの島で、角田さん。よろしくお願いします。NHK の質問です。参議院選挙に関連するんですけれども、政権の役割、総理大臣が変わったということで、衆議院選挙、衆参同日で選挙をするお考えがおありでしょうか。まず、新しい政権になって、国民の皆さんから参議院の選挙で審判を受けることになります。衆議院の選挙ということについて、まあ、時々いろんな方が言われるのは、まあ、分からないわけではありませんけれども、まず参議院の選挙でですね、今ここでも申し上げたような、ある意味では昨年の選挙で公約を申し出しましたし、また、大きな意味での方向性をだんだんと固めてきた問題も含めてですね、きちっとこの参議院選挙で議論をさせていただきますので、そのことに対しての国民の審判をまずいただくというのが、最初に、まあ、やることというか、やらなければならないことだと思っております。まあ、その意味で、現在のところ、衆議院選挙について、さらにやるべきだという、必ずしもそうなるのかどうか、これは全く白紙ということで考えております。では次の質問を受けます。じゃあ、奥の七尾さん。七尾さん、ニコニコ動画の七尾です。前政権では、政治主導や友愛政治ということがよく言われたわけですが、菅政権を象徴します、あるいは目指す方向性を表すキーワードなどについて、もしございましたら、まあ、私自身はですね、まあ、草の根、から、まあ、生まれた政治家でありますので、まあ、草の根の政治という表現も一つ頭に浮かぶんでありますが、まあ、もう少し元気のいいところで言えばですね、そうですね、まあ、私の趣味で言えば、騎兵隊内閣とでも名付けたいと思いますね。まあ、私は今、坂本龍馬が非常に注目されておりますが、長州生まれでありますので、高槻晋作という人はですね、逃げるときも早いし、攻めるときも早い、まさに果断な行動を取って、まさに明治維新を成し遂げる大きな力を発揮した人であります。今、日本の状況は、まさにこの停滞を打ち破るためには、果断に行動することが必要だと。そして、騎兵隊というのは、必ずしもお殿様の息子たちがやった軍隊ではありません。まさに武士階級以外からもですね、いろんな人が参加をして、この騎兵隊を作ったわけでありますから、まさに幅広い国民の中から出てきた我が党の国会議員、これが騎兵隊のような志を持って、まさに
勇猛果敢に戦ってもらいたいと期待を込めて騎兵隊内閣とでも名付けてもらえればありがたいと思っています。それではこちらのじゃあ片山前総理はですね、最新の理由として政治と金の問題、それから普天間汚職問題がありました。政治と金の問題なんですけれども、昨日枝野幹事長は小沢幹事長の衆院の政治性の質問についてご本人の判断に任せるという考えを示しましたが、新総理としてはどういうお考えでしょうか。また普天間の問題では日米間で8月末までの政府をあと詳細なことを決定するということでしたが、沖縄では依然として反対、適切に反対する動きが止まっておりません。どういう判断をされるつもりでしょうか。鳩山総理がですね、自らの辞任の挨拶の中で、今ご質問になりました政治と金の問題と普天間の問題を挙げられて、まあ、いわばその問題でこの民主党政権が本来やらなければならないことがなかなか国民に理解をしてもらえなくなったということで、自ら身を引かれたわけであります。でそういう意味ではこの後を受けた私の政権はある意味ではこの鳩山前総理の思いをですね、しっかりと受け止めて引き継いでいかなければならないとこう思っております。まあ、政治と金の問題については鳩山総理の発言もあって、小沢幹事長も自ら幹事長を引いておられるわけです。まあ、ある意味で、まあ、これで十分と考えるかどうかということはいろんな立場がありますけれども、政治という場で、そうした、総理でもある代表を辞任し、また最も党の中で重要な役職である幹事長を辞任するということは一定のけじめではあると思っております。まあ、それを含めてどうしたことがさらに国会や他の場面で必要になるのか、そこは特に国会の問題では、まあ、幹事長を中心にですね、そうしたことについては、まあ、他党の主張もあるわけですから、しっかりと他党の主張も聞きながら判断をしていただきたいし、いきたいと思っております。まあ、普天間については日米合意を踏まえるという原則はしっかりと守っていかなければならないと思っております。ただだからといって沖縄の皆さんが現在の時点で、賛成をしていただいているというふうにはまだまだ思える状況にないことも分かっております。まあ、ですから8月の専門家による一つの方向性を出すということは、それは一つの日米間の日程上の約束になっているわけですけれども、そのことと沖縄の皆さんの理解を求めるということは、やはり平行的に進めていかなければならない。まあ、当然でありますけれども、日米間で決めればすべてですね、自動的に沖縄の皆さんが了解していただけるということではもちろんないわけでありますから、まあ、そういう意味では、沖縄の皆さんについて先ほども申し上げましたが、沖縄の負担の軽減ということをしっかりと取り組んでいく、そのことを含めたですね、話し合いをしていかなければならない。まあ、先の政権で、まあ、いろんな方がですね、いろんなアイデアや意見を持って鳩山総理のところに来られたという経緯があったようでありますが、まあ、逆に言うといろんな意見を聞くことはいいけれども、いろんな人に担当してもらうことはですね、混乱を招きかねませんので、まずは官房長官のところでどういう形でこの問題をに取り組むべきなのか、もちろん外務省やあるいは防衛省や場合によっては沖縄担当という大臣もおられますので、
どういう形でこの問題に取り組むことが適切か、そう時間をかけるわけにはいきませんが、今日が正式のスタートでありますので、この間で、そういうまずはどういうチームなりどういう枠組みの中でこの問題の検討を行っていくかということの検討をですね、まずはしっかり行いたいとこう思っています。それでは次の質問を受けます。じゃあそちら側で青山さん。はい、日本テレビの青山でした。総理の今回の人事について、小沢カラーを払拭した事実という見方がされていまして、ただ一方でですね、その野党側は、これは参議院選挙に向けた小沢各氏であると批判しています。この前、菅総理はですね、しばらく静かにしていただきたいとおっしゃいましたけれども、そのしばらくというのは、参議院選挙までという意味なのか、今後、小沢前幹事長との距離感、どのように取っていくお考えをお持ちなのか、このあたりをお答えください。よく皆さん、報道を見てるとですね、常にその小沢さんに、なんて言いましょうか、近いとか遠いとかという、あるいは小沢からとかというと言われますが、少なくとも私の今回の人事を考える上で、最大の要素は、どなたにどういう仕事を担当してもらうことが、より効果的に物事が進むかということで判断をいたしました。ですから、よく見ていただければ分かるようにですね、それぞれ自らの考え方を持ち、行動力を持った人が私は、それぞれの所掌についてもらったと思っています。小沢前幹事長について私が申し上げたのは、例えば私もですね、2004年、最後は社会保険庁の間違いということが分かりましたけれども、いわゆる年金未納で代表を辞任したことがあります。やはり辞任をした後はですね、しばらくは本当におとなしくしてようと思いました、私自身も。あるいは岡田さんは2005年の衆議院選挙で小泉政権の優勢選挙で大敗をされました。あの選挙もそれは今考えればその小泉さん流のですね、ある意味ひどいというと言葉が行き過ぎるかもしれませんが、まさに小泉劇場に脅かされた選挙であったわけですが、しかし岡田さんは責任を取って辞任した後ですね、まさに全国の落選した仲間を一人一人訪ねるという形で、少なくとも表の場で言えば静かにして、次をに、つながった行動を取られたわけです。ですから私は特別なことを言ったつもりはありません。総理が政治と金の問題も含めて辞任し、また幹事長も総理からのその、なんて言いますか、同じ問題でやはり共に非行ではないかということで了解をされたというふうに、あの場で総理は言われたわけですから、やはりある意味で、責任を感じて辞められたということであるならば、しばらくの間はですね、静かにされているのが、ご本人を含めて、みんなのためにもいいんではないかと、ごく自然なことを言ったつもりであります。で、しばらくというのは、まさに今申し上げたことでも、かれこれ言いませんが、何日ならいいとかですね、何年ならいいなんていう種類のものではなくてですね、一つの新しい段階が来た中では、それはそれとしてまた判断があっていいんじゃないでしょうか。それでは次、外国プレスの方が受けます。じゃあそこのモナハンさん。ダウジョーンズのモナハンです。財政再建と経済成長策のバランスについてお伺いします。総理は、このバランスを達成するためにどのような手段があり得るとお考えでしょうか。また円安はこの点において保険できることがありますでしょうか。円安ですか。円安は何ですか。バランスを達成することに何か貢献
できることがありますでしょうか。まあ、先ほど経済財政社会保障を一体でということを申し上げました。まあ、詳しいことを時間があれば申し上げてもいいんですけれども、まあ、あちらこちらで発言もしておりますし、また近いうちに所信表明もありますので、まあ、そういう中ではもう少し詳しく申し上げたいと思っております。まあ、基本的にはですね、財政というものを健全化する、その時にただ、まあ、極端に言えば増税して借金返しに当てたらいいかといえば、これは明らかにデフレをより促進する政策になってしまいます。まあ、そういうことを含めてですね、財政の振り向ける方向性がしっかりと経済成長につながる分野でなければなりません。また国民の貯蓄を国債という形で借り受けして、そうした経済成長に資するところに使っていくというのは当然経済政策としてあり得る政策であるわけです。何が間違ったかといえば使い道が間違ったんです。90いくつも飛行場を作って、インチョンにのようなハブ空港が一つもないような使い方をやったことがですね、借金は増えたけれども成長はしなかったということであります。まあ、さらに言えば、まあ、世界先進国の中でも最も GDP で高い水準まで、借金が積み上がっておりますので、そのマーケットというものはなかなかですね、難しい相手でありますから、そういうことを考えたときには、これ以上借金によるたとえ適切な財政出動であっても借金による財政出動でいいのか、それとも税制の構造を変えることによってですね、新たな財源を生み出してそこの財源を使うことが望ましいのか、まあ、そういったことをですね、まさに本格的に議論をする時期に来ていると。まあ、できればそれは政府として一方的に考え方を申し上げるだけではなくて、自民党を含む野党の皆さんの中でも共通の危機感を持たれている方もかなりありますので、そういう中での議論に私はつなげていければいいなとこう思っております。それではまた円安のことはですね、まあ、一般的には円安が輸出においてプラスになるし、まあ、輸出のかなりウエイトの高い今の日本経済では円安が一般的に言えばプラスになると、こういうふうに言われていることは私もよく承知をしております。ただ相場についてはあまり発言しないようにと財務大臣になった時も言われましたので、まあ、この程度にさせていただいておきます。それじゃあ質問を受けます。前列の方、じゃあその藤田さん。日本経済新聞の記者です。先ほどありましたが、米軍偏差値の質問題に改めて伺っております。ぎくしゃくした日米関係を再構築する意味でですね、具体的に総理が日米関係を構成させるためにどのようなことを考えているのか。例えば、近くサミットがカナダで、ね、ありますが、この前後を利用して訪米、自ら訪米したり、そういった形での日米関係を構成するために考えていらっしゃるか。まあ、カナダでサミットが近く今月の終わり頃ありますので、まあ、その場でオバマ大統領と会談ができればいいなと、まだ最終的な予定は決まっておりませんが、そう思っております。ただ先日の電話会談ではカナダで会うことを楽しみにしているとオバマ大統領からもお話をいただいてますので、まあ、多分その場での会談は実現できるのではないかと思っております。
まあ、それより以前に訪米するということなども、まあ、いろいろ選択肢はあるわけですが、まあ、私ももちろんいろいろな国会を抱えておりますし、まあ、アメリカ大統領はもちろんもっとですね、世界のいろいろな仕事があるわけで、まあ、今のところはサミットの時に、総理大臣として初めてお目にかかってお話ができるのではないかと思っております。ということです。それじゃあ、その畠山さん。フリーランスの畠山と申します。菅総理の考える自由な言論についてお尋ねします。今回でフリーランスの記者が総理に質問できる会見は3回目となりますが、参加するためには、さまざまな細かい条件が課されています。また3回連続してですね、参加を申請し、断られたフリージャーナリストの一人は、交渉の過程で官邸報道室の調査官にこう言われたといいます。私の権限であなたを記者会見に出席させないことができると。このジャーナリストはこれまで警察庁キャリアの不正を正したり、不正を追及したり検事のスキャンダルを暴いたりしてきた人物なんですが、いわば記録側から見たら煙たい存在であると。総理は、過去の活動実績の内容や、思想信条によって会見にさせるさせないを、決めてもいいというご判断なのでしょうか。伺えればと思います。まあ、先ほどこの、まあ、会見というのかオープンということの質問にもありましたが、私は一般的にはできるだけオープンにするのが望ましいと思っております。ただ何度も言いますようにオープンというのがですね、具体的にどういう形が望ましいのかというのはしっかりそれぞれ関係者の皆さんの意見も聞いて検討したいと思っております。例えば私などはもうまあ、総理になったらいろいろ制約があるかもしれませんが、街頭遊説なんていうのは多分何百回じゃないでしょう、何千回もやりました。いろんな場面がありますよ。その場面でもそれは隣に来て大きなスピーカー鳴らして邪魔をする人もいたりですね、集団的に来て悪口を言う人もいたりですね、いろんなことがあります。だからそのいろんな場面がありますので、できるだけオープンにすべきだという原則と、具体的にそれをこうどうオペレーションするかというのは、それはそれとしてきちんとなんか必要なルールなりですね、対応なりをすることが必要かなと、こう思っています。次の質問、じゃあ和田さん。フジテレビの和田でございます。今回の閣僚の顔ぶれを拝見します。退任の方が多いわけですが、これは来るべき夏の参院選、それから9月の代表選後に改造というようなことを念頭に置いてのことなのか、それとも逆に少なくとも次の総選挙まではこのメンバーで行くぞというようなご決意で決められたのか、いかがでしょうか。まあ、一般的に言えばですね、まだ畠山政権が誕生してから9ヶ月弱で、まあ、今回の辞任に至ったわけです。ですから、すべての閣僚も9ヶ月弱のこれまでの就任期間だったわけです。ですから、まあ、私もそれこそ最初のイカリットの G7 なんかに行ってですね、この1年間で4人目の財務大臣の菅直人ですと言ったら、各国の財務大臣が苦笑してましたけれども、つまりはあまりにもですね、その総理はもとよりですが、大臣も短期間で変わるということは、私はそういう意味での行政の質と言っていいのか、いろんな意味で望ましいことではないと思っております。ですから今回についてはもちろんいろんな経緯で自ら少し休みたいと言われたりですね、いろんな経緯の方ありますけれども、しっかりした仕事を大体の方がやっていただいていると、私も同じ内閣にいて見ておりましたので、そういう皆さんには留任をしてもらったということであります。で、改造云々って話も今言われましたけれども、
どうも皆さんが好きなのはですね、改造とかですね、新しくこう変わることが好きなんですね。同じ人がしっかりした仕事をやっててもですね、なかなか報道してもらえないんですね。ですから私の頭に、そういう改造とかなんとかということは全く頭の中にはありません。ぜひですね、しっかり今やっている大臣が何をやっているかをよく見て、どういうことが実現できたかをよく見てですね、その上でそういうこうするのかああするのかというのを聞いていただければと思います。むしろ私も申し上げたかったのは、次の総選挙までは変えないぞという意味で行かれるのかどうかということを願います。ですからそのことも含めてですね、今私の頭の中には改造とかなんということはありませんし、一般的にはある程度の期間を続けていただくことが望ましいと思ってますけれども、この間思いもがけない首相辞任もありましたのでですね、あまりその先のことまであまり確定的に申し上げることはちょっと控えたいと思います。じゃあこっちです。じゃあ今川さん、国会の新聞で今川です。公用の問題について伺いたいんですが、北山前総理はやり残した仕事の中で公用の問題を挙げてました。で、メドベージェフロシアの大統領と6月のサミットは9月のロシアの国際会議、また11月のエペックに3回首脳会談をやることで約束しました。菅総理としてはこのメドベージェフ大統領と総理の約束を踏襲されるのか、その北方領土問題について具体的にどのような方針で対処されるのか伺います。そちらのところ、まだ私自身がですね、今指摘をされた鳩山前総理がどういう約束をメドベージェフ大統領とされているのか、あるいはその流れがどうなっているのか、必ずしも詳細に状況をまだ把握しておりません。ですからもちろんこの問題、大変重要な課題であると同時に、大変、歴史的にも非常にこう長い間の問題で、大きな課題であるだけにですね、どういう形で、取り組むことが適切か、まずはこれまでの経緯、あるいは鳩山総理とメドベージェフ大統領のそういうその約束の中身なども十分検討した上で判断したいと思っています。それでは時間も経過しております。最後の質問を受けたいと思います。じゃあ岩上さん。はい、フリーランサーの岩上と申します。先ほど上杉さんから質問された中にありました、官報決め付きの問題について総理お答えになっていなかったようですので重ねて質問申し上げます。野中元官房長官が機密費用言論人あるいはマスメディアの人間に配っていわば情報操作言論操作を行ったという証言をいたしました。その後私自身も上杉氏も取材を行い、この野中さんの発言だけでなく、はっきりと私は機密費を受け取ったと証言する人物も出ております。評論家の佐藤正さんはかつて江田健二さんから機密費を受け取ったと私にはっきりおっしゃいました。こうした政治と金ならぬ報道と金の問題、政治と報道と金の問題と申しましょうか。こうした問題は大変有識問題であろうと思います。この点についてきちんと調査をなされる、そして機密費の使途について、これまで使った分もそれから今後使用される分も含めて公開されるお気持ちはあるかどうか、お考えをはっきりお述べいただきたいと思います。よろしくお願いします。この機密費という問題、なかなか何と言いましょうか、根源的な問題も含んでいるわけです。ものの本によればですね、
いつの時代でしたでしょうか、戦前でしたでしょうか、当時のソ連の動きをですね、明石大佐ですか、いろいろこう、調査をするときにですね、巨額のまさに、そういう費用を使ってですね、まあ、いろいろ、まあ、そういう意味での情報のオペレーションをやったというようなこともいろいろ歴史的には出ております。まあ、そういう意味でですね、確かにその何で言うんでしょうか、国民の皆さん の生活感覚の中で考えられることと、場合によっては機密費という本質的な性格の中にはですね、一般の生活感覚だけでは測りることの場合によってはできない、もうちょっと異質なものもあり得ると思っております。まあ、今この問題、官房長官の方で検討されていると思いますが、まあ、いろんな外交機密の問題もある意味で、ある期間が経た後にきちっと公開するというようなことのルールも必ずしも日本でははっきりしていないわけですけれども、まあ、この機密品の問題もですね、何らかの、まあ、ルールはそういう意味でですね、必要なのかなと思いますが、現在、その検討は官房長官ご自身に委ねているところです。まあ、報道の在り方については、これはあまり私の方からですね、言うべきことというよりも、それは報道に携わる皆さん自身がですね、まあ、考えられ、あるいは ある種の、まあ、自らのですね、ルールが必要であれば自らの自主的なルールを考えられればいいのではないかと、まあ、私なども時折ですね、ちょっと記事が違うんじゃないかと、一体誰から聞いたんだと言っても、いや、それは取材元の取得はジャーナリストの、まあ、いわば原点ですからと言われて、まあまあ、それはそれで一つのルールなんでしょう、考え方でしょうが、まあ、政治と金の問題についてもですね、皆さん自身がどういうルールなり倫理観を持って働けるか、まずは皆さん自身が考え、あるいは必要であれば議論されることじゃないでしょうか。時間が参りました。この後皇居で新任式等がございます。それではこれをもちまして記者会見を終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。どうもありがとうございました。